残り800メートル。後方から動き出したのは9番の岡崎、追走が6番の吉成、この97機のコンビ上がっていきました。そして3番の笹川、4番片山、近畿2名も上昇開始、合わせて5番の藤野も動き出すか。外からは3番の笹川が前を抑えて先頭に変わっていきます。金が入って3コーナーのカーブ、4番の片山2番手マーク、近畿2名が前段で、この後ろ3番手現在は並走、9番の岡崎が打ち、外5番の藤野といった体型です。3番手うまく取ったのは5番の藤野、外からは1番の戸根、目まぐるしく隊列は入れ替わってきます。最終周回の1コーナーから2コーナー、果敢に先行していくのが3番の笹川、そして4番の片山2番手マーク、近畿2名流れを作って3番手追走が5番の藤野、その位置からまくるか、先に外から1番の戸根がまくる、さらに外勢いよく2番の児玉が短期のまくり、5番の藤野が動き出した。4コーナーから直線コース、3番の笹川先頭ですが、まくった5番の藤野に変わっている、外から2番の児玉拓磨、2番5番接戦。